増式駅は東京都大田区中六号二丁目にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK18。駅名の由来は開業当時の地名である増式村にちなむ。増式は鎌倉時代、宮中の雑駅の役目をしていたかつての地名によるものだが明治末期に六号村に編入されたため、この地名は駅名に残るのみとなっている。 改札口ホーム相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。駅舎は下り線側にあり、方面ごとに改札が分かれていたが、2015年6月27日に駅舎を若干横浜寄りに移設の上改札が集約された。連続立体交差事業が行われる前は、上下線とも地上駅で駅舎から上り線ホームへは地下道によって連絡していた。 2018年度の1日平均乗降人員は3万1941人で、普通のみが停車する京急線の駅では最も乗降人員が多い。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り、中6号、東6号、及び、 南六号も山椒大田区六号地域の拠点として、駅の東西両側に長く伸びた比較的大きな商店街を形成しているほか、駅の東側に OK ストアの大型店がある。駅前は、車通りは少なく、主に歩行者や自転車が通る道路となっており、バスやタクシー乗り場は駅前には存在しない。当駅周辺は、 低層の建物が多いが、少し離れた国道沿いやバス通り沿いには、中、高層の満州、大田区の都市計画事業によって、付属道路や駅前広場の整備が計画されているが、現在、計画は進行していない状況である。また、駅付近では、連続立体交差事業と並行して行われる、第一景品の拡幅工事とそれに伴う、用地買収の進展の影響で、 第一京品の西側と京急線の間にある地域において、用地買収された空き店舗が増加しつつあるが、未だ営業している店舗も多いほか、事業認可がなされていないことから、その場所の一部が、暫定的に将来の道路を予定地として、仮設駐車場、駐輪場が設置されている。商店街公共、厚生施設分教施設、主な商業施設、企業金融機関など、 交通最寄りのバス停は、徒歩3分の増式駅通りでなる、以下の路線バスが乗り入れ、京浜急行バスが運行している。路線の詳細は、羽田営業所を参照なお、増式商店街での桜祭りやサマーフェスティバル、および6月の6号神社礼滞在の際は、バス通りが交通規制となるため、国道15号へ迂回の上バス停も移設となる。京浜急行電鉄本線。 モーニングウィング号、京急ウィング号、海徳、特急、エアポート急行通過普通京急かまた駅、増式駅六号の定期東京都統計年間、ありがとうございます。